僕ねこれ投手をまあやめようと決断したきっかけを作ってくれたのは、実は参政党のね神谷君がきっかけを作ってくれたんですよ。いわゆるっていうかですね、今日はね本当に国政政党の党首をですね3年7ヶ月やらせていただきまして、本当にね清々しい思いです。僕の思い描く形でですね大津新党首にバトンを渡せたなというのが率直な感想で、肩の荷が下りたっていうのは感じはあんまりないです。そこはあんまりなくて、新しい仲間、一緒に戦ってくれる仲間が増えたっていう感じですかね。もちろん大津さんの後ろには政治家女子法廷と等の強いですね女性陣がいてくれてですね、僕は NHK 党の代表というか、なんかちょっと元に戻った感じですね。 NHK の被害者をお守りするっていうことはこれからも当然やっていきます。むしろ僕の仕事はそっちなんですよね。浜田参議院議員もですね本当国会でいろんな質問をしてですね活躍してくれてます。今日もですね NHK の会長に対してですね政治家女子48党としての初めての質問をしてくれるという予定になっています。だから大津新党首が就任をしてですね、まあ、仲間が増えたっていうのが正直な感想ですね。僕ねこれ党首をまあ、やめようと決断した一番の大きな理由というかきっかけを作ってくれたのは、実は参政党のね神谷君がきっかけを作ってくれたんですよ。なぜ神谷君がきっかけを作ってくれたかっていうと、参政党のまあことをね聞いてると、いわゆる乗っ取られるって言ったわけですね。党員に投票権を渡すと乗っ取られるっていうわけですよ。で僕ね乗っ取られてええんちゃーんと思ってるわけです。乗っ取られるって言い悪いことじゃないじゃんって、なぜそんなに参政党を乗っ取られるのが嫌なんだろうと思ったんですよね。で僕はこの NHK 党を乗っ取りたいっていう人がいればどうぞどうぞと思ってるんです。悪意を持って乗っ取った人が NHK 党やこの国政政党や僕の会社でもそうなんですけど、僕がいないとそれはやっていけんでしょうと思ってるわけですよ。また新しく作ったらいいじゃんゼロからぐらいの思いであるので、だからこそ乗っ取られることなんて怖くないし、むしろ乗っ取ってですねみんなの国政政党としてですね多くの人がそこに参加してもらえればいいと。だから僕ね本当神谷君の発言がすごく反面教師になっていてね、それは本当に良かったと思います。はい、僕自身は当然ですねこれ休む暇もなくっていうあれだけど、まあそんなにねがむしゃらに頑張るつもりはないですけども、やはり NHK の郵便法違反っていうのを僕はこれ実際警察に浜田君と一緒に行ってね告発状を受理してもらったところでですね、本当これ良かったと思っているんですよ。これでまあ NHK が犯罪組織であるということを証拠付きで立証したので、まああとはね国会議員の先生方がさすがに NHK 犯罪しちゃいかんよねと、それこそ国政調査権で NHK の新会長なのに詰め寄ってくれると思ったんですけどね、まあ見当違いでしたね。この国の国会議員はほんまに腐ってるわ。ダメ、これほんとダメよ。 NHK のような信頼を売りにしている会社がね郵便法違反って犯罪をしたり、昨日もなんか痴漢っていうか盗撮か、その前にアナウンサーがねまた不倫飛び降りカー骨折してるわけでしょ。普通の会社こんなに不祥事あったらとっくに潰れてるよね。でしかも不倫飛び降りカー骨折についてはね、不倫ですよ、路上ですよ、カーセックスですよっていうねあのワードから、不倫ですよ、飛び降りですよ、カー骨折ですよっていうね、まあふざけたことももう今となってはね、まあ、必要ないと思ってますが、まあ NHK がむちゃくちゃどんな悪いことをしても、まあね、あのね浜田君を党首にっていう話があるのはよく分かってます。ただなぜ浜田君を党首にしなかったのかについてはもうめちゃくちゃ簡単で、浜田君の仕事をこれ以上増やしちゃいかんということです。分散しなきゃいけないですね。別に浜田君が党首じゃなくても参議院議員としてですね仕事をしてもらえていますよね。で新しくこの仲間を増やしていかなきゃいけないと、
そうなると大津さん、皆さんもう当然ほとんどの方ご存知ないんでしょうけども、まあ、NHK で3年間働いていたとか出演者ですよね、週刊子どもニュースで、まあ、彼女が結構子どもの時にねむちゃくちゃされたと、働かされて、ね、夜の8時までしか本来子ども働かしていけないのに夜中まで働かされたとか、大津さんの経験生かしてですね頑張ってほしいっていうか、まあ、大津さんという一つの、まあ、シンボルですよね。思い切ったことするよね NHK 党と、まあ、名前も NHK 党から政治家女子48党と、それこそ国会議員は女性の議員増やすって今までのね規制制度言いながら全然増やさないじゃないですか、自民党特にね。で NHK の予算だって通すし、スクランブルはしないし、 NHK の犯罪は不問にするしで、この状態で僕が全てやってたらそりゃ無理っすよ。だから僕が党首の座を大津さんに、まあ、譲ることによって新しいなんか仲間というか戦ってくれる仲間ですよね、これを増やしたということです。で今後の私については当然 NHK の被害者をお守りするために電話の対応もしますし、 NHK に裁判になった方は私が対応いたします。そして NHK が映らないテレビですね、中ナレステレビ、まあ、NHK と契約しなくても良いというテレビをですね仕入れておりますので、これをしっかりと打っていきたいと。ちょっとねガーシーのことについて、まあ、お話をしていきますとですね、去年の2月ガーシーがね、芸能ネタ暴露していて、それを僕が見たということなんですけども、最初にガーシーを見た時に NHK 内部告発をした私のですね15年ほど前の自分を見てるようだったので、すごく印象がありました。ガーシーのチャンネル登録がガンガン増えていくのを見てですね、なんとか選挙に立候補してもらえないかということで、5月か6月だったかな、僕はドバイに渡りましてガーシーに立候補してもらったということであります。これもね NHK の被害者をお守りするためにどうしてもお金がいるんですよね。政党助成金 2% 以上の得票を取らないとですね政党助成金がもらえない、政党助成金がもらえないと NHK にお金を払わない人が安心して不払いができないということで、ガーシーにお願いをして立候補してもらったというのが、この皆さんの、まあ、126万票だったかな、まあ、2% でいいところを超えなきゃいけないところは 2.4% ということで、 2% を超えて無事にですね今年間3億3400万円の政党助成金を受け取ることができております。したがってですねガーシーが一番貢献しているのは、安心して NHK の受信料の不払いができる環境を作ってくれていますということです。まあ、特に我々のですね NHK 党の考えを信じてですね NHK と契約して不払いをしていただいている方、その方をこれからお守りしていくということで、まあ、4月以降はですね NHK と契約していない方については原則裁判になっても基本はお助けしませんということになります。はい。